しました。さっ、なるほど、それで俺っちが呼ばれたってわけか。お願いします、アルゴさん。確かにテイムしたモンスターをパワーアップするクエストは存在するよ。その中には特定のモンスターをテイムしていないと始まらないものもある。それじゃ、ビンゴと言いたいところだけどね、ホローエリアとなると確信はないな。ホローエリアのことなんて知ってる方が珍しいだろ。それこそキーボーくらいしか信頼できる情報ソースはないからね。
そうですか。それにドラゴンとなるとかなりの危険が予想されるよ。ホローエリアの敵は未知数だしな。まあ今回は確定情報じゃないし、無料にしておいてやるよ。その代わり、何か分かったら教えてくれよな。ありがとうございます、アルゴさん。いいってことよ。危ないのは覚悟の上です。それに、ドラゴンとかじゃなくても、ピナが強くなるなら、前みたいなことは、起こらないと思うんです。ありがとうございます、キリトさん。いいかな。どうしました？さあ、キリトさん。ようこそ竜の間へ。竜の眷属を率いし者たちよ。あ、キリトさん、声が。竜の眷属ってピナのことですよね。もしかしてあの噂は本当に。強大な竜の魂を求めるのなら、まずはその力を示せ。
敵が出るんですね。お前たちの力は示された。ならば竜の魂をここへ蘇らせよ。キリトさん、地面が揺れてます。何？何が起きるの？さあ、その竜の亡骸に眷属の血を捧げよ。さすれば竜はよみがえり、お前たちを主と認めるだろう。それってピナを生贄にしろってことですか？そんなのひどい。今までずっと一緒だったピナを犠牲にするなんて、そんなこと絶対にしません。ごめんねピナ、こんなところに連れてきて。大丈夫、私は絶対にピナを生贄にしたりしないよ。どうした、竜の復活を望まないのか？よかろう、ならば竜の魂は再び眠りにつく。キリトさん、すみません、やっぱり噂は噂でした。ダメですね、私は。主と竜の深き絆、しかと見せてもらった。この絆は竜の新たな力を目覚めさせる。行け、その絆を失わぬよ。絆を失えば力も失われるだろう。ピナ、どうしたの？キリトさん、ピナが強くなってます。
われても実感が湧きません。ピナを犠牲にするなんてありえないし、私は当たり前のことをしただけなのに。忘れたりなんかしません。私はピナとずっと一緒だから。You guys, Clark, get the fuck off.